昨日、静岡県側の3つの登山道が山開きをした富士山。今朝、山頂から見事な御来光を見ることができました。静岡県側が開山した富士山では、夜明け前から御来光を見るため、多くの登山者が山頂へと向かいました。そして、午前4時半ごろ、天候にも恵まれ、見事な御来光を見ることができ、多くの登山客がそのひとときをかみしめていました。ちょうど10年前ぐらいにも来てるんですよ。でその時は山小屋で見たんですけど、やっぱ山頂で見る景色はやっぱいいですね。壮大な風景で、なんか言葉にできないですね。富士山は今年世界遺産登録10周年の節目の年でもあり、多くの登山客が訪れると見込まれています。開山期間は9月10日までです。